茨城県立水戸第一高等学校は、茨城県水戸市三の丸三丁目にある県立、高等学校。普通家全日生のみの男女共学校。2005年から単位制を導入している。1878年に、茨城市藩学校の予備学科として設置された。近代の学校制度下で設置された、高等学校としては、県内最古の高等学校である。明治期に、 幾度かの解消を行い、1901年以降は、茨城県立水戸中学校となる。1948年に、学生改革を迎え、新生高等学校への改祖などにより、現在の茨城県立水戸第一高等学校が成立。当初は、全日制の家庭と通信による教育を行っていたが、1975年に通信制は廃止された。 特徴私服通学に象徴される自由な校風。敷地は水戸城の旧本丸跡地に立地しており、水戸城では唯一現存する建築物である薬移門が校内に移築されている。進度ほとんどの卒業生が進学を希望する。進学先は関東お及び東北の大学が中心で、2014年度は延べで225名が国公立大学に 754名が私立大学に合格した。大学別では、県内の筑波大学が31名、東京大学が19名、慶応義塾大学が25名、早稲田大学が81名などの合格数となっている。通称について、水戸市周辺では一校の通称で呼ばれているが、県内各地に一校が存在するため、水戸市周辺以外では、水戸一校や、 ミト市などと呼び区別される。これらの他に、水高の略称が用いられることがあり、公式野球部の応援の際に披露される応援団の演目に、水高サンバ、ダッシュ水行といった名前のものがあるほか、口述の第二硬歌の歌詞の中にも登場する。ただし本校関係者においても、水高の略称は、野球応援など限られた場面以外では使用しないことが多く、また、 水高が同じく、水戸市内にある県立水戸工業高校を指す、一般的な通称、水高と同音であることから、本校関係者以外が特に本校を指して、水高と称することはない。なお、水戸中学校時代の卒業生を中心に、水中との故障が用いられることもある。水戸中学時代は、天書体で縦書きされた、中学の図案を交渉としていた。 1947年夏、翌年に新生高校以降を控えた水戸中学では、美術教師を中心に新校章制定の準備が行われ、美術の授業の課題として生徒が図案を制作した。生徒からは、旧生水戸校の校章に似た図案や水戸中学時代の校章、中学に似た図案、ローマ字を用いた図案なども寄せられ、検討を重ねた結果、 水の文字を黄金分割に基づいて図案化したものが新交渉に決定した。1948年4月8日の始業式の席上校長は新交渉を総司省要遊編にある方になぞらえて披露した。部活動も活発で、1992年にはクイズ研究同好会が全国高等学校クイズ選手権で優勝している。公式野球部は、 過去3回甲子園に出場。総部は1891年で、1896年10月17日に、宇都宮中といった試合は、旧正中学野球部同士の最初の対抗戦と、言われている。水戸市高ホームページに載っている、部活動一覧運動部公式野球部、陸上部水泳部バスケットボール部卓球部、ソフトテニス部ハンドボール部ラグビー部サッカー部剣道部、 軟式野球部弓道部バドミントン部、山岳部テニス部柔道部相撲部文化部演劇部、写真部私学会部 ESS 生物同好会部、天文部科学部美術部吹奏楽部書道部作動部、JRC 部起動部、漫画研究会部放送部アマチュア無線部合唱部、同好会系音楽同好会アコースティックギター、同好会クイズ研究同好会映画同好会、 折り紙研究堂公開ダンス同公開、鉄道研究堂公開校内にある、三戸城役員門。三戸城も山照学校敷地の北西側に移築されている三戸城役員門は、安土桃山時代の様式で作られた三戸城の縄文であり、1983年に茨城県指定文化財に指定されている。明治以降は、複数の所有者を経て移築を繰り返し、現在は、 茨城県教育委員会が管理を行っている。門に関して現存する資料は少なく、謎も多い建築物であると言われる。ありがとうございます。